さ、今回もよろしくお願いします。これも五馬之助義弘の元は柳葉ですね。それにしても細い。裏もかなり使われてて、裏押しというか裏好き、ひがなくなっちゃってますね。でもまあこれは裏研ぎすぎというか、ここまで細くなってたらまあ仕方ないというか、使ってたらこうはなっていくと思います。口が中腹のところでちょっとへこんでますね。まあ当たり前ですけど、裏から見てもへこんでますね。このまま短くして片刃のペティナイフっぽくしちゃいます。こんだけ形変わっててもね、切れるっていうのが包丁のすごいところですよね。サクッと歪み取ります。かなり裏研いでるんで、あんまり歪みっていう感じではないんですよね。ちょっとだけ曲がってるところ直しておきます。裏を基準にしたら、主にまあ叩いたとこがへこんじゃいましたね。かなり形変えるんで、ちょっとどうしようかなみたいなイメージしてます。だいたい頭の中でイメージ作って、そのイメージよりもかなり長めにこう円筒の角を使って切っていきます。どうしてもこの角を使うとかなり圧力かかって温度もガーッと上がっていっちゃうんですよ。なんでそこは後でしっかりその円筒の表面を使って削り取ることで、焼きが戻った部分をもう取り去ってしまいます。これですね。これやと全然その包丁自体の温度上がらないんで、焼きの状態に影響なく作業することができます。で今度はあの白地の成形をしていきます。真ん中へこんでたところがあるんで、それにまあ合わさなあかんですけど、なんでさっきその先端切ったかっていうのが、最初見せたあのへこみの部分に合わせちゃうと先端がもうめちゃくちゃ細くなるんですよね。だからそれを軽減ギリギリまあいけるかなっていうとこまで先を切って調整して、あのバランスよく仕上げていきます。まだ裏もひだも切り刃もどこも研いでないんですけど、大体の形はできました。白地もその真ん中へこんだところがなくなってるでしょう。あんだけへこんだところに合わせたらかなり細くなるかなって思われると思うんですけど、全体的なそのバランス感覚いい形にしたら、それをあんまり感じさせないんですよね。では裏を研いでいきます。裏拭きが全然ないので、その円筒のこの円周を使って掘っていく感じですね。それで裏拭き、裏の火を作ります。どうしてもね、その映像が同じ感じになりがちなんで、なんとかアングルを変えて見てもらおうという努力をしております。一気に平らでいきます。これは最初見てもらったそのへこんでたところあるじゃないですか。あそこをしっかり鳴らすというか、ムラなくしていくのと、まあ、切り幅がかなり広がってるんで、しのぎをもっとあるべき場所に押し戻すというイメージです。途中経過を見たいって声を結構いただくんで、よかったら見てください。作業用とか寝る前に聞きたいから、 BGM として90分ぐらいのひたすら研ぎ続ける動画作ってほしいって言われたんですけど、みんな見たいですか？もし毎晩それを再生しながら寝てくれるっていうなら作ります。切り刃の方のへこみもなくしてしのぎを正します。かなり良くなってきました。まだその刃を薄める工程はやってないんで、全然分厚さは残ってます。どうしてもね、その研いでるうちに曲がっちゃうんですよね。若干その表、あの軟鉄の方に曲がっていってます。歪み取り最初しか映さないんですけど、本来この段階も 2,3 回かな、1本の包丁修理するのに 2,3 回歪みは取ってますね。どこがムラになってるかみたいなのを見ながら作業するんで、その包丁の曲がりがあるとそれが全く分かんなくなるんですよ。なんでかなりこまめにこういう歪み取りを入れていく必要があるんですね。その歪み取ってから見えるムラみたいなのがあるんで、ここでもう一回それをできるだけ綺麗に取ります。
遠いでは曲がり、遠いでは曲がりするんで、いたちごっこになっちゃうんですよ。それをそのなるべく曲がらないように飛ぶというか、そういう段取りを考えてやるのがかなり仕事としては難しいかなと思ってます。先回しつけておきます。これのインサートはまた後で出します。裏バフやります。裏バフはその刃を薄め切る前にこのバフを当てる必要があって、何かってそうしないとめっちゃ刃が焼けやすいんですよ。温度上がりすぎちゃうんで、さっきこの裏バフっていうのはやらなあかんくて、でそれがすごい段取りめんどくさいんで、いつもカットするというか撮影せずにいってるんですけど、まあ、今回は特別に出しました。裏バフを当てるとこういう感じになりますね。まあ最終のバフよりはかなりまだ粗めな感じです。はい、では刃をしっかり薄めていきます。成形したとこがやっぱごつくなるんですよ、刃が。なんで真ん中の方は薄いけど、顎と先はだいぶ分厚くなってるんで、ちゃんとコントロールする必要があります。おなじみの切り刃を畳めにですね、僕が好きな、比較的好きな工程です。で、演奏終わりました。先回しもね、やっぱあった方がいいですよね。バランス取ったとはいえ、かなり身幅狭くなってますね、やっぱり。はい、ではバフかけていきます。めちゃくちゃ細いんでね、特に切り果ててるときしのぎだれやすかったりするんで、そこを注意してます。次ヒラですね。もう細いし薄いし、もう歪んでくれと言わんばかりの包丁なんで、曲がりにくいように意識して、その右手だけで押し当てるというか、両手で押すとグッて曲がっちゃうんで、右手だけで押して左手は引っ張るみたいな感じで作業してます。こうやって動画にナレーション入れるようになって、ちょっとなんかそのコメントの数とかもすごい増えてきたかなと思って、めちゃくちゃありがたいです。本当にありがとうございます。でなんか結構刃物サロンにも入ってきてくれるペース早くなったかなっていうのもあって、やっぱちょっと喋ってみてよかったなっていうのは自分でも思ってるところであります。今その説明欄とかチャンネルの概要欄にショップページも貼ってますんで、もし包丁欲しいなと思うことがあったら、あの刃付けはもちろんなんですけど、その柄の付け方であったり、あの仕上げの仕方であったり、ものすごい丁寧にみんな仕事してるんで、その山脇刃物のホームページとかショップページアクセスしてくれるととてもありがたいです。よろしくお願いします。最後、出て46番の糸バフです。結構ね、糸バフってその接着剤で繊維質の、あの研磨剤を固めてるんですけど、結構目詰まりが多くて、いかにその目詰まりさせないかっていうのを試行錯誤いつもしてます。裏はまあちょっと見にくいですけど、だいぶその歪みなく綺麗にいってるかなと思います。で、火もしっかり再建できてます。表はね、あの最初の時の映像よりもかなりへこみがなくなってるかなと思います。はい、霞仕上げやっていきます。
この前 YouTube でこのアンケートを取らせてもらったんですよ。僕の動画のどういう部分見たいかっていうアンケートを取らせてもらったんですけど、一応 Facebook の刃物サロンでも同じようにアンケートを取らせてもらって、 YouTube の回答ではそのエントとか派手なとこが結構見たいって言ってくれる方が多かったんですけど、刃物サロンの方はもう手作業ですね。ぶっちぎりでこのかすみとか手研ぎとかを見たいっていう回答が多くて、あ、なんかその素晴らしい人たちだなって思いました。そのやっぱ自分たちも研ぐのが好きやから、同じように研いでる人を見たいんかなというふうに僕は思いました。手研ぎの歴とかは絶対そのサロンのメンバーの人たちの方が長いんですけど、僕みたいなもんをその参考になるって言ってくれて、ほんまにその恐縮というか、いつもありがとうございます。ありがたいことに本当手研ぎ見たいって言ってくれてるんですけど、僕煙筒で全部薄めちゃって、その小刃付けしか基本的にやらないんで、すぐ終わっちゃうんですよね。これ結構その編集で短くしてるんかって思われてるんですけど、ほんまにこんだけしかやってないんです。ほぼほぼ全部煙筒で仕事してます。まあまあ切れますね。柿が食べたくなりますね。では最後ビフォーアフターご覧ください。今回もありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。